はい、どうも皆さんおはようございます。本日はね12月24日、クリスマスイブですね。はい、本日はですね皆様にクリスマスセールのお知らせがございます。はい、現在ね YS イメージではクリスマスセール開催中ということで、各商品ですね大幅値下げをしております。はい、対象商品は、こちらになります。はい、ずらっと並んでます。全部で14ありますね。はい、ちょっと上から見ていきますと、まず、モザエアクロス2ですね。これは、スタンダードキットとプロフェッショナルキット、2つモデルがあります。はい、もうプロフェッショナル用のジンバルっていうのもねここまで安くなったかという印象を受けますね。はい、で、スタンダードとプロフェッショナルの違いは電動のフォローフォーカサーですね。あれを、ホイールのところでね手元グリップのところで、電動がこう勝手に回ってくれるということで、まあ、映画撮影とかねピントをまつげのこっちからこっちにこう流したいとか、そういう意図的にフォーカスをいじるっていう方につきましてはこちらのねプロフェッショナルキット、こちらもお安くなっておりますのでこちらの方をチェックされてください。あとねモザミニ MX というスマホ用ジンバルですね。こちらにつきましては先日ねこれに iPhone12 Pro を搭載して走りましたね。全力ダッシュしても円形がねもうブレる気がしないというね。はい、まあ、このね iPhone の手ブレ補正の性能があまりにも優秀なんでしょうね。はい、でまあ iPhone の性能がすごいっていうのと、あとジンバルっていうのを組み合わせるとこんだけ走ってもブレないというね新たな感動がありますんで、ぜひねライトな方々こそですね、まあ、この冬、スマートフォン手に入れていただいて、いやいやスマートフォンお持ちですね、それとこのジンバルっていうのをね組み合わせていただいて安定した、はい、ブレない映像っていうのをねぜひ撮影してみてください。こちらもね大変お安くなっております。はい、で次に、今度はね、モザスライポット E ですね。スライポット E ってご存知でしょうか。以前ね動画にしたのはスライポット E がつかないスライポットっていうのをねご紹介させていただきました。こちらの方はですね、まあカーボン製で軽くてその分ちょっとお高かったんですよ。ですが今回はアルミになって、このスライポット E になって安価版となりました。はい、若干重さはあるんですがコンパクトさはそのままで、近々ですねこれは動画を作って、どんなものなのかっていうのをね、レビューというか、紹介動画っていうのを、公開したいと思いますので、そちらの方をねご期待ください。もう値下げはねすでにやっておりますので、ぜひねチェックされてみてください。で次にですね STC のフォグリップありますね。フォグリップっていうのは α7C 用とか α7S3 用とか、はい、各種ね α7R 系のフォグリップ、はい、このベースのプレートがございます。ここのサイドにつける横につける、サイドプレートですね。はい、っていうのを、この度ですね先日、リリースいたしました。でこれがまあロングプレートなんですが、この価格がですねまあ、ちょっとねお高いかなっていうふうに私は思ってて、でそこもありまして若干まあ価格設定が高いかなということでこちらもねお値引きさせていただきました。はい、というのとあとねフィールワールドのライブプロ L1 というね、皆さんだったらブラックマジックの ATEM ミニってご存知かと思いますが、あれよりもですね、ちょっとお安くなっていて、でさらに特徴的なのは4画面がねそのスイッチャーそのままでこう見えると。ですので出先とかでライブ配信したいという時に USB でパソコンとつないで、でカメラ4台とかね最大4台までつなげて、このアングル、このアングル、遠目からのアングルとかね、はい、手持ちのアングルとかっていうのをこう HDMI こう接続すれば、その4画面っていうのを出先とかでも簡単にね切り替え、でそしてライブ配信っていうのができるというね非常にこう優れものの、はい、で4台もあるとどのボタンがねどこ映ってるのかっていうのが分かんないじゃないですか。はい、なのでまあ失敗の許されないようなねそういうまあライブ配信とかっていうのでまあ生きてくるかと思います。はい、そういう、特徴的でね画期的な、ライブ用のこうスイッチャーっていうのが、非常にこうね今ね安価になっておりますんで、ぜひ、この ATEM ミニの対抗馬として出た4画面モニターのスイッチャーっていうのをねぜひチェックされてください。はい、
で次にですね、Gポンですね、Gポンのスライダー、まあ、大きく分けて3種類、ね、この可動幅、スライド幅が短い、中ぐらい、長い、この3種類あるのと、あと、電動なのか手動なのかっていうね、ので、全部でですね、キット含めて8種類ですね、8種類のラインナップがございます。それすべてですね、今回、お値引き、させていただきます。はい、このGポンスライダーの特徴としましては、まずね、このサイズに対して、まあ、倍まではいかないけど、このサイズだったらこれぐらいの可動範囲があるということで、長さに対して非常にこうコンパクトで持ち運びしやすいという特徴が一つあります。はい、構造上ね、そういうふうになっておりますっていうのと、あとそのモデルにもよるんですけど、 E600 とか E800 っていうね、上位の最新のね機種につきましては、三脚の取り付けアームっていうのが付属していまして、つまりスライダーっていうのは横に長いじゃないですか。三脚とかにこうスライダーを取り付けますよ、乗っけますよね。でカメラを左から右端へ動かしていくと沈み込んでしまったりとか、たわんだりっていうことがあるわけですよ。でそういった時にですね、支持アームみたいなね、三脚とこう結びつけてグッとね、はい、こらえる、そういうものをつけることによって左から右端まで行っても、たわみとか、はい、沈み込みなく、端から端までスライド幅をこう、ね、有効活用することができると、はい、いうことで、こういったものがついているというところが非常にこう安心だなと、はい、いうことですね。であと、手動と電動の違いというのがあります。はい、まあ、結構ねうちでは電動が人気なんですけど、電動の方はですね、タイムラプスとか、緻密なモーションというのをこうね、等速でゆっくりゆっくり動かすとかね、そういった方に向いてます。はい、まあ、特にタイムラプスなんかには向いてますね。で手動はね、実はですね、私がやってるような映像作品、映像系とかっていうのに非常にこう向いてるんじゃないかなと思います。なぜかというと、まあ、圧倒的にですね、電動よりも手動の方が早く動かせます。まあ、もちろん手でこうやって動かすんでね、電動のモーター制御だとそんなに早くビュンビュン動かせないでしょう。はい、なので、大体例えばね最大で80センチとか90センチって移動できるんだったら結構な区間ですよ。でこれを左端から右端までビューンってこう動かそうと思ったら、それこそ電動だったら何十秒とか1分とかってかかってしまう。で映像作品やられる方っていうのは大体ワンカット5秒ないし10秒ぐらいとか、短時間でカットを取って後から組み合わせて作品にするって方多いです。はい、そういった方がじゃあ90センチスライダーを端から端までってなったらワンカット1分になってしまいますよね。それこそね、もっと早く動かしたい、長く早く動かしたい、そういった方は手動の方がねお安いですし、おすすめかと思います。はい、そういった観点でですね、ぜひねこの8ラインナップすべて値下げしておりますのでご覧になってみてください。はい、そんなわけでですね、本日はクリスマスセール開催中ということでお値引きさせていただいておりますので、下にですねそのまとめのリンクですね、どの商品がいくらになっているのかっていうね入り口のページを作りましたので、そちらの方をご覧になってみてください。はい、そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。